を取っているので、相手を、ね、叩きつけるというようなことではありません。ですからね、この手は、ね、昔明治に廃刀令というのがあって、武士が刀をね、なくした時にですね、柔術系でもですね、手を手刀といってですね、手刀で相手が打ってくるのを想定して技を掛け合っております。はい、この次はですね、相手がですね打ち込んできた時に抑えるですね、正面打ちの第一挙と名付けております。相手が打ってきた時にですね抑えてきます。はい、相手が打ち込んできたのをですね、すかさず体をかわしてですね、丸くさばいて抑えるという形ですね。ご覧になっているようにですね、男性でも女性でもですね、同じように技を交互に掛け合っております。はい、ね、今度はですね、相手がですね、先ほど少しご覧に入れましたけど、相手がこう突いてきた時ですね、小手返しという技があります。相手が拳あるいは短刀のようなもので突いてきた時ですね、体をかわして、投げるですね、突き小手返しという名前がついております。この技はですね、よくテレビドラマなどでですね、女性の刑事役の人がですね、技をかけてますね、犯人を取り押さえるということで、拳であるいはナイフで突いてきた時にですね、すかさず体をかわして押さえる。最後にですね、押さえた時にですね、このように座って技を固めてうつ伏せにしております。まあ、柔道と違ってちょっとですね、仰向けになるんではなくて、うつ伏せにしながらですね、相手を取り押さえるという形になっております。はい、それではですね、はい、最後に座って呼吸法というのがありますね。これも特徴ですね。お互いに両手を持ってですね、呼吸をしながら、呼吸で投げるというので、座り技、呼吸法というですね、これがもう合気道の大きな特徴ですね。はい、それでは、ね、元の位置に戻ってお互いに礼をして、はい、正面に礼をして、はい、以上、ね、基本技としてですね、いくつかご覧に入れました。片手を取られた時、正面から打ってきた時、あるいは突いてきた時というような様々な技があります。これからですね、ご覧に入れるのは、それぞれの稽古の過程でですね、やっております。自由技ということで、それぞれのですね、得意な技をですね、暫時ご覧に入れたいと思います。合気道の技の大きな特徴はですね、今のように座っててですね、昔は座敷の中でですね、相手が襲われた時にかける技というのがあります。
それと立ってつまむようにこう呼吸力で倒していくというのもありますので、呼吸というのを、ね、非常に大事にしております。両手を掴みにこらえてきたときですね、相手に技をかけております。相手でもですね、大きな特徴はその稽古方法にありましてですね、相手とですね、勝ち負けを争うのではなくてですね、一つの技の型を繰り返し練習して稽古し合う者同士で技を練り上げて、お互いのですね、人間性の向上に努めていくということで、和の武道とも言われているわけですね。自由技のですね、いくつかの技を攻撃方法的にですね、ご覧いただきました。同じように自由技でどうぞ。座り技と言いましてですね、座っている状態でいろいろなですね、技を繰り広げてきます。これは先ほど来のですね、立った状態で、やる場合と座った状態でやる場合ですね。でただもう現在ではですね、なかなか畳の上でですね、こういう稽古をするということは厳しくてですね、皆さん座り技より立ち技の方がいいというので、特に外国の人はですね、座った状態でこういった技を掛け合うというのが非常に難しいですね。ただ座り技はですね、立ち技の3倍上手くなるというくらいですね、非常に重要な技になっております。はい、ただいまは合気道の座り技のですね、自由演武を行いました。じゃあ次の方お願いします。Thank you.
ただいまご覧に入れておりますので、後ろを回り込まれた場合に、後ろ技と称しておりますね。後ろから押さえつけられた時に、同じようにですね、前から下の手、同じように技をかけられる。この後ろ技というのもですね、先ほどの座り技と同じように、合気道ならではのですね、技になっております。はい、ただいまは、正面から打ち込まれたとき、あるいは後ろへ回り込まれたということで、技をご用意しました。まあ、合気道はですね、今のようにですね、非常に若い方からですね、今では子供たちまでですね、非常に盛んに、取り組まれておりますけれどもですね、女性の方、そして、中年の方、特に、高齢者の方もですね、一生懸命続けてですね、健康のために、こういった柔らかい動きでですね、しかもですね、面白いですね、護身術もなり健康法にもなるということでですね、取り組んでおります。今度はですね、高齢者の方にですね、ちょっと演舞をですね、ゆったりとした演舞ですね、になるかどうかわかりませんけど、ご覧になりたいと思います。どうぞ。長年ですね、10年、20年、あるいは30年とですね、若い時は激しくやっておりましたけども、もう力に任せないでですね、こうやっていくことがですね、続けているとですね、本当に健康寿命も長くなりますしね、手前の方はですね、もう90にですね、なるということでですね、今はね、ゆったりとやっておりますけども、これだけ動ける、もう70歳、80歳、90歳とですね、本当に100歳ですね、人生100歳時代になっていきますので、こういった健康に役立つですね、動きというのはですね、実はですね、手首とか手足とか関節がですね、硬くなりますね、年取るとですね、ですから、それらをですね、うまく相手の力を利用させてもらいながらですね、自分もこうやっていけるということでですね、この動きがですね、非常に今定年退職迎えられたらね、60歳以上のですね、高齢者の方が取り組まれております。特にですね、ちょっとあちこち痛いっていう方もですね、リハビリ合気道とかね、やっておりまして、優しい合気道ということでですね、取り組まれております。しかしなかなかですね、気は若者ですからね、こう激しくやろうと思うと激しくできるような下地はありますね。合気道はですね、こうちょっと直線の組み合わせですね、相手が直線的に攻めてきた時に丸くさばいてですね、やるという直線でさばくというのが一つ。でもう一つはですね、自分が中心で相手を、ね、丸く回していく求心力と遠心力の動きということですね、円の動きがですね、こう中に含まれているわけです。はい、じゃあありがとうございました。本当に70歳以上、ね、の方々も熱心に取り組まれております。
というのはですね、合気道はですね、昭和17年に合気道と称してですね、これまで、柔術系のものとかですね、いろいろな動きの中からですね、世に出てきましたので、まあ、戦後ですね、昭和30年代ぐらいになってですね、一般にこうしてご披露することになりました。ですから、今はですね、非常に人気を博しておりますけれどもですね、なかなかですね、見る機会がない方もおられると思います。それじゃあ、もう一組やりますか。それでは、引き続き自由演舞で。なんか見てると痛そうだなと思われる方もいると思いますけどもね、完全にはですね、こう決めてはおりませんね。空手で言えば寸止めと言いますか、とにかくね、関節が外れる直前でですね、マイスターの印をしますのでね、それは稽古ですから加減をしております。怪我をしないようにですね、まあ安全に気をつけて今は稽古をしております。ただ合気道は武道ですのでね、かなり激しい面を持っております。ですから使い方によっては非常に危険ですのでですね、やはりこうしてお互いの力をですね、分かり合いながら調和しながらですね、稽古に励んでおります。片手を取られた時のね、さまざまな動きをご披露しました。次にそれでは少しこう素手ではなくてですね、こう棒とか剣がありますけれどもね、いろいろな対武器ということでいろいろな獲物を持って来られた時の技をご披露いたします。対武器の上取りといいますかね、杖ですね、4尺2寸といいますから1メートル200ちょっとですねの棒で、昔はですね、こういう上術上道で、ついてきた場合のですね、それを避ける技としてですね、手をね、掴まれた時と同じ状況でですね、この棒を相手から取り上げた時ですね、これで投げていくっていうね、上投げと言っておりますけれども、上を取り上げる上取りとして、
ここで投げてくる。相手が上下ですね、ついていた時の上距離あるいは上投げというですね、技でございます。次はですね、女性の方でですね、合気道を今一番多いのはですね、女性の方が若い男性がですね、合気道に取り組む方が多くなっています。柔らかい動きを表現するにはこの女性の演武をご覧になったらよくわかると思います。まあ武道にして舞のようだと言われたりですね、あるいは護身術あるいは健康法ということで日本独特の心身鍛錬の道でありながらですね、和気あいあいと楽しく仲良く元気よくですね、稽古に励むということで充実した生活の一つになっているということです。以上ですね、女性の方がやるとこういったような動きがですね、よくわかるということです。それではそろそろですね、法要術の時間になりますので、最後に、小野寺道場長よりですね、少しですね、道場長演舞をご覧いただきたいと思います。いただければと思います。どうもありがとうございました。